はい、集まれ動物の森やっていきたいと思います。昨日ができておらずですね、ちょっとだけいじりました。またどうだっけな、待って、昨日動画撮ってないから、その前の日にしたのは何を私はしたんだちょくちょくね、いろいろいじってるのよ。そして私は天に召されています。もう来てらっしゃる、よかった。今ちょうどね9時です。あ、そうだね、じゃ先にお店行こうか。ここって坂立てれるかな。ここ今ここに坂をめっちゃ作りたくて、はいはいはい、あ、こんな感じですまだね全然なんか家具とかもあんま可愛いのないから、とりあえずなんか段ボールとか置いて、傘立て置いて、やっとねこれの、レシピを手に入れたんでラッキーと思って、でここなんかまあちょっと置くもんないんで、とりあえず池作って、でまあなんかこの辺はね木とか生やして道作っていけたらいいなっていう感じです。いいんじゃない。今あるレシピではこれが限界かなっていう、可愛いっていう部分だけをねあれすると、おぼやだ、照れて、可愛い。あ、そうだそうだそうだ、なんかね拾ったのよ、忘れてた。どうぞ。あ、そうなんだ。弥生ちゃんのね、オッケー、理解した。ちなみに今週は私株を変えておりません。なのでちょっと一応見とこうかな。あ、まあ別になんか買ってなくてもよかったかなっていう。これ高くない？そんな高い？これ。あ、でも5100円か。買っちゃおうかな。そう、また部屋がね、一つ増えたので、それに合わせてね、ちょっと、なんか使えそうかなっていう家具見つけたら、とりあえずは、買うようにしていこうと思って。え、ロボ悩んでる、買っちゃいなよ。逆に買ってあげよう。あ、待って、漫画家セットだったらね、うちにあるよ、あげるよね、全然。まあでも、あの家に飾ってほしくないから買わないけ、あげないけど。ここね、スロープできたんで、ここの、できたよってやつは後でやりましょう。そして、レシピをね、もらいたいので、どうだろう。あ、どうしたの？ああ、任せて。かわいそう。薬はね、うちに置いてあるんで。あ、そうだ、これね、買ったんですよ。自販機、お菓子の自販機、街灯。これを、まあ、ここのね、たぬき商店の周りに置けたらいいなっていう。まあ、だから、この辺だよね、多分ね、道を作って、道なりに置けたらいいなっていう。感じです。そんな感じです。まあ、いい感じなんじゃないかなっていうのを。ついにね、部屋がね、あとは上と下だよね。でもどうなんだろう、そのすでに次のが払えないのね、私70いくらだっけ、2万とか、一応20何万を払って、あと50万ぐらいなんだけど、いつになることやらみたいな。なので
今ある部屋をとりあえずおしゃれにしていこうかなっていう。この辺のね、家具とかね、うちに使った方がいいんじゃないっていう。なんか一個はね、なんかリアルな部屋作りたいよね。なんか大丈夫？薬あげるよ。はい。ドーリーシャツ、また私の好みではなさそうね。そうね、無理しちゃよくないよね。私ね、夏ほど体調崩すのよ。昔のこと？何があったの？病人だって言ってんのにね。ごめんね。違う、なんだろう、これ。なんか割とマイルを最近使ってる方なのよ。なんか自販機買ったりとかね。でも1万8000あるんで、それは本当に住民ガチャ的なねやつをやりたいなっていう。とりあえず、ここもね、空いたからさ、何しようかなと思って。困るよね。カマキリが浮いてる。で、今、ミセスや。うわ。最低、本当に。人にくしゃみしていいと思ってるの、本当に。最悪よ、本当に。密です。林はね、悩みなさい。本当にもう。まあいいですよ。まず弥生ちゃんをね、探さなきゃいけないんで。弥生ちゃん。私も釣りしようかな。 100% 嘘だろうって話なんだけど。あれ、弥生ちゃん外出しています。いなくない？マジ、あの呼ぶ気の星。ねえチーフ。はーい。現実世界はちょっと暑くなりすぎてるよね、もうね。マジで夏よね。私の中で外に出るイコール死みたいな。いないな。先にあれやるか、じゃあ。なんだっけ。セレモニーだ。セレモニーして、からだね、じゃあ。はい。作れるのかな、あの家のところ橋。セレモニー久々ね、セレモニーもね参加します。ツンドラ来てるんだけど大丈夫？あ、待ってください、私の横にバズレーさん。え、てかめっちゃいい感じじゃない？バヤシーとサイが隣同士に並んでる。ウケる。どうしてみたいな。いやー、かわいい。なんかさ、いいよね。この全員揃うのいいよね。島の住人が。あ、みんな眠いてる。かわいい。これはダメ。ちょっと待って。写真撮る。絶対撮る。写真撮るね。かわいすぎん、上向いてんの。最高。
上向いてるのめっちゃ可愛い。もう一回やりたいぐらいなんだけど、坂の式典。どうしようかな。次立てる坂もあれでいいかな。あの緑のやつで。なんか人によってはさ、緑が見えてる方がダサいみたいなさのもあるじゃん。私なんか緑があった方が可愛いなと思うんだよね、うん、だから相手座もね、だから緑をこわ、なんかね、こうん、あでもこれもあるよな。でも横向きに作るからさ、レンガとかも全然ありだなと思うんだけど、でもこれも可愛いよね。白板の階段可愛いな。いやでもナチュラルなのでいいや。はい、うち何個ナチュラルなスロープあるんだこれ。作れるかな。でも絶対言われるよね、自宅がどうのこうのだから無理だなもうって。引き出し、まあ、10万下ろしとけばいいか。終わった。あと2万しかない。はい、でででん。でも橋作りに行きつつ、林、ちょっとストーカーよねほぼね。その格好やめた方がいいと思う。怪しい。この辺にいたりしない？あ、この辺ちょっといじったんだよね。何いじったか覚えてないんだけど。なんかいじりました。この洗濯物みたいなやつ置いたのかな？なんかそれね、拾ったのよね。やよいちゃん。中にいたりする？弥生ちゃん、いません。え、どこ行っちゃったんだろう。まあ、行ったとしたらあそこじゃないか。あれだ、博物館かな。ここ、ここ建物同士が近くなりすぎ。だってここに欲しいもん、普通に。ダメ。マジでダメ。ここは？水辺が近すぎる。多分ね、この川潰しちゃえばいいんだよ。待ってよ、潰そう。いや、なんかその家からお店に対して一直線で行きたくて、だから待ってよ、川潰すのもな、なんかこれはこれで可愛いんだけどな、もうしゃあねえな。坂優先ですよ、今は。よいしょ。でも、いいんじゃない？なんか静かになったし。そう、見にくい、見にくい。よいしょ。まあ、こんなもんにしといて、とりあえずね。まあここにある川に関してはちょっとまあ後々いじるとして、うん、どうだろう。あ、これならいけるんだ。なるほど。あ、しかもいい感じの位置じゃん。うん、上の広葉樹も消えないし、オッケー。全然いいね。
外出てすぐピューって行って、だから道をねここから引いていけばいいのよ。ピーってこうね、うん、いい感じ。もう全額払っちゃう。はい、明日は楽しみね、これはね。はい、募金する。てててん、よし、いい感じじゃなかろうか。これでまあお店周りもある程度はいい感じかな。そうだ、コーリーナちゃん、ちょっとどいてドーナツ食べてるところ悪いけどね。でですね、次何しようかな。お、ペーターがやってる、かわいい。はい、なんかわいい。サウナストーブ、サウナストーブ 100% 持ってないと思う。かわいい。サウナストーブね。あー、なるほど。冬になったらでも使えそうじゃない？早く冬になってほしい。時間いじらないから、現世界がね、冬になるまでは、あれなんだけど。え、外出しています？どこに？っていう。まあ、行けばいいんだけどね。すごい来るの、本当に。彼。どうしてってぐらい来る。そうだった、抑えはまだ起きないのか。そうよな。9時だもんね、まだね。彼女大体、10時、11時だもんね。ごめんなさい。ん？もう誰？とか思ったら、バヤシーかよ。そう、ここにね、マイク置いてみたの、なんか誰か歌ってくれないかなと思って。これはいい場所移動した方がいいかな。わかった。ここ。ここさ、楽器とか置いてみたらいいんじゃない？ライブする場所にする？なんか。一応ね、楽器を今ね、ちょっと複数。ドゥ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 。あ、そうしよっかな。あ、これ逆じゃない？そういうことじゃない。え？さっきの向きで合ってたわ。ごめんなさい。この原理が私未だに下手くそで、オッケー、オッケーね。はーい。弥生ちゃんを探せだね。じゃあここをライブハウスにします。ライブハウスというかライブする場所というか。ってなると楽器集めなきゃよね。なんかピアノの椅子はさ、何個かあるのよ。四角いのと丸いの。でもピアノの本体を持ってないからピアノ欲しいな。ちょっとお店替えをしないとね。ワンチャンあと風船出てこないかなぐらいの。博物館行く前、かわいい。博物館行く前にここちょっとチェックしていこう。ここにワンちゃんいるかもしれないからね。あの蝶、なんか、あれよね。割と高く買い取ってくれるかなと、そうでもなかったっていう。あれ、いないよね。こんなが隠れてる？いないよね。博物館か。は
はい、弥生ちゃんを見つけました。まさかのですよ、弥生ちゃんを探すのに多分ね20分以上探したの。島何周したかなっていう。で店も回ったり、博物館いないから、もう博物館なんかとりあえず一周したけどいないから、ほんと店回り、どれでもいないから、もう島の中をもう何回も回って、住民の家にいるんじゃないかとか思って探したけど、まあいなくて、そしたらまさかのね、こんなおさいの家のね近くにいるっていう事件、大事件ですよこれは。あ、小説なんだそれ。あ、いいよ別にお礼なんて。なんだろう、モコモコナイトキャップ。いい、あ、今変装してるんだった、これ。そうそうそう、なんかね、まさかのなんだけど、これも。林にさっき飲みが湧いてました。いやね、と思って。こんなにね、探してもいないの、弥生ちゃんだから許せるっていうね、話をね。おさいだったらもう、1、2発は叩いてるよね。そう、おさえ起きたんだよね、弥生ちゃんを探してる間に。寝てたのにね、さっき動画撮って、最初撮ってた時はね。ハロー。はーい。あ、これちょっと本当に。あれだね、なんかこう、確かにでも田舎に住んでそう。田舎に住んでなければその格好はないよね。で、そう、そう、あれよね。ちょっと通信とかしちゃうとさ、その人のことを住民が言い出すじゃない。これちょっと困ったもんね。ちょっとこう、動画を編集してるときに覚えてたらか、あれかな、隠そうかな。大体ね、私、編集してるとき、よそことし始めるのよね。なんかこう、携帯いじったりとか、よくないなーって自分で思うんだけど。とりあえず、音声さえ大丈夫かならいいかな、みたいな。ね、バズレーさんがね、お家へ帰っておられたので、ミセスバズレーとおしゃべりをして終わろうかな、という。ほんと？嘘。ちょうど欲しいと思ってたのよ。ほんとバズレーさん大好き。そうよね、私なんか日々ね部屋でのんびりしてる。え、あ、やだ、ちょっとカメラさん、決定的可愛い瞬間ですよ。近すぎる。あれ、終わり？もう一発行きましょう。来た。はーい、ということで今回はこれで、あ、すごい流し目が可愛いセクシー、これで終わりたいと思います。次回はまあお店、豆粒のお店の前は少し裏でいじっておこうかなと思ってて、で、さっき楽器を置いたところの整備をちょっと動画で明日はやろうかなと思います、メインで。道というか、なんかその引いたり、前デザ引いたりっていう作業をしたいなと思います。ほんと可愛いバズレーさん。じゃあこれで終わりたいと思います。バイバイ。